丸ボタンを押して列に並ぶ。やってみればわかるか。なんかよく分からんけどクリアした。何もありませんね。ちょっとすっかり暗いな。おかしいな。ここに隠してあるのは間違いないと思ったのに。あ、忘れてた。ひろゆみです。名探偵コナン、ローテ自転車トランプなど、やっていきましょう。俺の勘違いか。でも例の移転前のライオン像はここには見当たらないし。どうしたんだよ、あやみ。どうした？ちょっとね。どうしたどうした？お、ひらめいた。なんだかあやみちゃんって可愛いんだよな。ねえねえ、コナン君。ちょっとなんかアホっぽい言動が目立つけど。私、ファミリーパークの中を歩き回ってて気づいたんだけど、はい、ライオンさんの檻とかカバさんの檻とかいろいろあるでしょ。はいはいはい。檻の中の天井を見て、それぞれ檻の形が違うんだなって思ったんだけど。おう。確かカバの檻は円筒形でしたから丸ですね。おう、なんだか檻の形もカードの模様と同じなんだなって。あ、なるほど、なんかありそう。確かに檻の形もカードの模様と同じだ。でもちょっと待てよ。なんだ？ハートのキングのところにあったライオンの檻は形は確かに同じだが、やっぱりカードと関係あるのかもしれませんね。あのライオンの檻は新築されたものだった。なんだ？ということは古いライオンの檻がどこかにあるってことか。ああ、なるほど。そこまでや、あの手品し予想できなかったのか。もしかしてライオンの像もそこに。なるほど、読めてきたぜ。どうした？どうしたの、ケンタ君？割と今回そのパターン多いな。そういえば俺も思い出したぜ。何を？さっきまで猛烈に腹が減ってたんですっかり忘れてたけど。いや、それいつものことやろ。あれはアラビアンカーペットに乗った時だったな。おう。なんだよ、思い出したことって。おお、アラビアンカーペットに乗った時に上から見るとよく見えたんだよ。おう。歩いてる時は全然気づかなかったんだけどな。で、何が見えたんですか？三角とか四角が並んでたんだよ。三角とか四角？まあ、あのプレイステーションのコントローラーにもあるけど、三角と四角。うん、丸く並んでたぜ。あれは何だったんだろうな。おっかなくてあんまりちゃんと見らんなかったんだけどよ。もうちゃんと何の記事じゃなくてちゃんとラを言ってるの偉いな。三角とか四角が檻の形とは違うことなのか。なんだ、今度は光彦かよ。なんか今回ちゃんと少年探偵団ちゃんと活躍してんだよな。ええ、実は僕も気になってたことがあるんですよ。言うてみ言うてみ。僕もあゆみちゃんと同じで
歩いていて気づいたんですけど。何に？多分夜間用だと思うんですが。夜間用？ええ、多分そうだと思います。でも動物の檻の上に明日は電球を移し替えるらしいんですよ。檻の上？屋根の部分ってことか？はい、どう考えても変ですよ、あれは。だって午後5時で閉園する動物園ですよ。あ、そうか。照明なんかいりませんよね。確かに。それに檻の上なんかに電球なんてついてませんでしたし。檻の上に電球？一体何のために？光彦、移し替えるってどっからだ？さあ、あ、ここで移動するのか。なんか、これなんか少年探偵団の絵とかすごいシュールなんだよな。出るのかな？ここは推理が必要だな。あー、なるほど。じゃあ推理しましょう。ここの動物園の檻っていくつかの種類があるんだ。動物園では珍しいことではないけど。三角とか四角の檻が並んでる。しかも丸くなってか。どっかで見たことがあるぞ。動物の檻の上にも電球がつけてあるんだ。夜間作業のための照明とは思えないし、お客のためでもない。となると何か意味があるに違いない。で、推理行。少年探偵団の力を合わせ、どういう結果が生まれる、どういう推理が、考察が生まれるのか。上から見ると三角や四角の檻が並んでいる。檻の種類はいくつかあるんだな。昼間はおそらく木の陰になったりして上から見てもわからなかっただろう。だが夜間檻の上の電球がついていれば光を追ってその形を確認できる。しかし檻には電球なんてついてやしなかった。ということで終わりましょうか、推理はね。お、なんか光ったぞ。なんか光ってるところが、ああ、なるほど、確かに。あれは確かに不自然だな。なんだ？この図形の配置、どこかで。そうか！このカードの絵は観覧車の形じゃなく、ファミリーパーク内の檻や建物の配置を示したものだったんだ。あ、そっちですか。なるほど。そういうことなら。本当の隠し場所はここから見えるはずだ。なんか本当にこの建物ぐ、あのテーマパークぐるみなんだな。お、観覧車の見方。そういうことなら本当の隠し場所はここから見えるはずだ。ここは推理が必要だな。あ、マジか。じゃあブロードないか、シルバー？あ、ライオン像は移転作業中だ。この動物園のどこかに移転を待つライオン像があるはずだ。上から見る檻の配置は今とは違って見えるんだ。そしてカードの絵は現在の檻や建物の配置を示すものだった。この2つの違いが生み出すもの、それが本当の隠し場所に違いない。午後5時に東の方向から観覧車を見て分かったのは檻の配置だ。じゃあ行こう。
これらを組み合わせるとどういう結論に至るんだい？お、鍵のありか。観覧車の見方。午後5時に東の方向から観覧車を見ろ。それを実行することで分かるのは檻の配置。午後5時になると檻の形とともに浮かび上がるイルミネーションでな。だがもう一つ浮かび上がるものがあった。それこそこのカードが示している昔の檻の配置だ。じゃあ終わろう。もう一回見ると鍵の在りかはどこだ？ここから見える景色と照らし合わせてみると電球のついている場所が。よし、あるぞ。そしてハートのキングのカードに書かれたライオンは移転されていないライオン像のこと。そして加えていた鍵こそがコインロッカーの鍵だったんだ。だとすると鍵の隠し場所はあそこしかない。さすが少年探偵団だぜ、おめえら。まあ、確かに今回はそうなんだよな。え？気づいてない。分かったんだよ、本当の隠し場所が。今回本当に活躍してるもんな。ここかな。これは元ライオンの檻みたいですね。ここがそうなんですか？ライオンの檻は正しかったのね。ただ新しいのじゃなかったんだ。肝心の鍵はどこなんだよ。ここだよ。ほらな。お、すごい。どうしてわかったの？答えはハートのキングのカードさ。ほら、ライオンが鍵を加えてるだろ。なるほど。ここにはもうライオンはいない。いるのは百獣の王の像だけさ。うん？レスペートの8。よし、あったぞ。やったー。じゃあ、閉園かな。閉園を告げる音楽ですよ。やべえ、もう時間がねえぞ。受け渡しの場所は分かってるんですか？おう、分かってるぜ。アスレチック広場。大丈夫だ。でも、あの人たちに会いに行って大丈夫なの？確かにな。そこんとこも計算済みさ。おめえらの協力があればな。あ、ここへあのタイヤとかで行くのか。よし、準備だ。お、約束のものを持ってきた。ユウヤは返してもらうぞ。パンドラどこにいる？おとなしく出てこい。素直に出て行っていきなりズドンはごめんじゃからな。用心深いやつだぜ。まあいいだろう。要は物さえ手に入ればな。ちゃんと持ってきてるんだろうな。これだな。お前らが欲しがっているものは。なんだ、こそこそしやがって。まあ物が本物なら用はねえが。おい、物を取ってこい。本物か確かめるんだ。ま
まったく、コントロールの悪いやつだ。拾うのか、それを。当たり前じゃねえか。何言ってんだ。そうか、拾っちまったか。せーの。やっぱこのコーヒーは返すぜ。受け取れよ。あ、あの缶コーヒーなんか飲んだんかな。やったー、勝利が出た。まだまだ大勝利。えいえい、あー、はしゃぎすぎだぜ。その後、駆けつけたメグレ警部たちによって黒蛇団の男たちは逮捕された。ローテジナ氏、パンドラこと茂木幸三郎老人は幸いにも一命を取り留め、誘拐されていた孫の雄也君も無事保護された。データファイルも警察に押収され、事件は一件落着。ローテジナ氏は万が一のために定期的にファイルの隠し場所を変えていたらしい。データを処分しなかったのは、今回のように組織の手が伸びたとき取引材料にするつもりだったからだ。せめてもの救いは、ゆうやくんには祖父が偽札の技術者だったのを知られなかったこと。そして希代の天才偽札技術者パンドラは容体が回復してから逮捕されるのだった。よかったですね、おじいさんも助かったみたいだし。おお、よかった。悪い人たちも無事捕まったし。今日は少年探偵団大活躍だったぜ。本当に大活躍だったもんな。ああ、本当によく頑張ったぜ。まったくだ。当然ですよ。あ、そういえば愛ちゃんと博士は。だって私たち少年探偵団だもん。まあ、大活躍だったけどあんまり調子に乗んなよ。お、愛ちゃん。ねえ、ところでみんな何か忘れてない？あ、博士、いつまで経っても誰も帰ってこんから、わし一人でパンダをじっくり堪能させてもらったぞ。あ、それそうですよね、パンダ見に来たんですよね。かわいかったの、わしみたいにコロッコロして。あ、あ、は、は、はい、は、はい、パンダグッズも店の隅から隅までチェックしてコンプリートしちゃったもんね。めっちゃファイン、大満足じゃ。おお、博士ばかりずるい。いやいや、こんな事件に関わらなければ。あ、それよりアイ君から聞いてびっくりしたぞ。誘拐事件だったらしいの。みんな無事で何よりじゃ。俺たち大活躍だったんだぜ。そうですよ、もうほんとすごかったんですから。ほんとに、パンダに見とれてる間に。まあまあ、お前さんたちの活躍は食事でもしながらゆっくり聞いてやるから。はーい、やったー。俺うな重。うな重あんのかな。よしよし、うな重でもなんでも好きなのを食べなさい。いや、マジそんぐらいのことは。わしからのご褒美だ。うん、それぞれしてもらわんと。はい、命狙われてますからこっちは。でもパンダグッズはやらんよ。いや、くださいよ、せめてくださいよ。デザートは何がいいかな。あ、もう絶対にパンダグッズはやらへんねんよ。うれ、バナナパフェ。私、プリンアラモード。僕はホットケーキ。でもパンダグッズはやらんよ。もうええて。何回やねこのくだり。今回の探偵道だ。お、探偵道。あ、こんな感じで終わるんや。パンダグッズやらんので終わるんや。よっしゃー、100点だ。
セーブするかい？はい、じゃあ、ということで、今回が、このローテジネスとトランプなどの最終回となりますので、よろしくお願いいたします。ということで、仮面騎士殺人事件、ローテジネスとトランプなど両方クリアしたんで、まだ、これ、ね、3人の名推理と同じで、3つ目のストーリーがまだ出てくるんで、最高のパターンさえまだ終わりじゃないです。ということで、次回、最高のパートナーの最高のパートナーをやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、お願いいたします。それでは。